Adobe Photoshop CS6 および Adobe Camera Raw 7のレンズ補正システムのテクノロジーを利用した補正についてご紹介します従来のバージョンより Photoshop にはカメラレンズのプロファイルを認識し補正を行う機能が搭載されていますこのビデオでは新機能の広角補正フィルターおよび Camera Raw 7における補正をご紹介しますご覧の画面では Adobe Bridge CS6 が開いています これら2枚の画像を選択します。EXIF メタデータを確認してみましょう。これらの画像は、Canon EOS のご覧のモデルで撮影されていることがわかります。また、レンズの使用情報も表示されています。これから、こちらのレンズのプロファイルを元にした補正を行います。では、カメラローで開くをクリックします。 カメラローセで2枚の画像を開くことができました。フルスクリーンモードになっていない場合は、こちらのボタンをクリックしてフルスクリーンモードにします。まずはこちらの画像から補正を行ってみましょう。こちらの画像は被写体の近くから広角で撮影したため、レンズの歪みが生じています。例えば、テーブルの脚の部分を見てみると、樽型に歪んでいるのがわかります。 また、画像の四隅にはビネットが発生しています。では、このような画像の問題をレンズプロファイル補正を使用して解決してみましょう。レンズ補正タブをクリックします。こちらのレンズプロファイル補正を使用にチェックを入れます。メタデータからレンズプロファイルが読み込まれ、画像がワンクリックで補正されました。このように、 樽型の歪みもなくなり、ビネットも全く気にならないほど減少しています。プレビューを切り替えて確認してみましょう。このようにレンズプロファイルを使用した補正の前と後を比較してみると、画像の状態がかなり改善されたことがわかります。もし、さらに補正を加えたい場合は、下部のスライダーを使って調整します。樽型の歪みを改善したい場合は、 歪みのスライダーをドラッグしビネットを改善したい場合は周辺光量補正のスライダーをドラッグします今回は自動で適用された結果で問題がないと思いますのでそれぞれのスライダーのつまみをダブルクリックして値をリセットします画像を切り替えますこちらの画像もかなり不自然な状態で撮影されています 窮屈に縮まってしまっている印象があります。こちらは、Photoshop CS6 で開いて、広角補正フィルターを使って、画像の状態を改善してみましょう。画像を開くをクリックします。Photoshop CS6 で画像が開きました。フィルター、広角補正と進めます。広角補正ダイアログボックスが開きました。このフィルターには、 Photoshop CS5 で初めて導入された Adobe のレンズ補正システムのテクノロジーが採用されています。各画像に保存されたメタタデータがーがシン内ののオブジェクトの操作に利用されますただし適切な補正プロファイルまたはメタデータが利用できない場合や補正の結果が物足りない場合はコンストレイントツールを使って手動で調整を加えます。改めて画像を確認してみましょう。 プレビューを切り替えてオリジナルの状態と比較してみますこの段階でも窮屈な縮みがかなり改善されていることがわかりますただし過剰に樽型に歪んでしまったこともわかりますそこでコンストレイントツールを利用して手動で調整を加えていきますすでにコンストレイントツールが選択されていますコンストレイントツールはドラッグして まっすぐに矯正を行うツールです例えば奥の柱の線に沿ってドラッグをしてみますなおこの際にシフトキーを押しながらドラッグすることで垂直あるいは水平に角度を補正することも同時に行えますさらにテーブルのモデルの女性側の縁もシフトキーを押しながらドラッグします テーブルの手前側も、シフトキーを押しながらドラッグします。手前側の床の継ぎ目も、シフトキーを押しながらドラッグします。その他の箇所にも、コンストレイントを適用します。ズームツールに切り替えて、画像の下半分を拡大します。コンストレイントツールに切り替え、左側の 柱と壁の境をドラッグしますテーブルの天板の左右をドラッグしますテーブルの左右の足をドラッグしますなお、コンストレイントを適用すると このように円が表示されます円状に表示されたポイントにマウスカーソルを合わせドラッグすると角度を調整することができます左側の足のコンストレイントをクリックしますコンストレイントの角度調整のコントロールが表示されますのでこちらも角度を調整します 柱と壁の境のコンストレイントをクリックします。こちらは90度にしましょう。Shift キーを押しながらドラッグすると、90度に調整することができます。今回はこの程度にしておきましょう。ズームを調整して全体を表示します。かなり自然な状態に補正が行えました。では OK をクリックします。 元の画面に戻りました。歪みを補正した結果、画像の隅に空白が生じてしまいました。こちらは、コンテンツに応じた塗りつぶしを使って、周囲に馴染むように塗りつぶしましょう。自動選択ツールを選びます。オプションバーで隣接のチェックを外しておきます。これによって、離れた箇所も同時に選択できるようになります。 画像の空白の箇所を自動選択ツールでクリックします。このように空白のピクセルをまとめて選択できました。選択範囲を拡張します。選択範囲、選択範囲を変更、拡張と進めます。拡張量は10ピクセルにします。OK をクリックします。選択範囲が拡張されました。編集、塗りつぶしと進めます。 塗りつぶしダイアログボックスで、コンテンツに応じるを選択して OK をクリックします。選択範囲を解除します。このように、カーテンの模様と壁の陰影、床のテクスチャに馴染むように塗りが行われました。以上、Adobe Photoshop CS6 および Adobe Camera Raw 7のレンズ補正システムのテクノロジーを利用した補正についてご紹介しました。